ちちゃん、おはよう。ジュースでもいる？今日はおごっちゃうよ。後藤さん、疲れてない？マッサージとかしてほしかったら言ってね。ぼっち、タンポポ食べる？なんだか今日みんなが優しい。あ、私がチケット全部売ったからかな。皆さんありがとうございます。私でもやればできるんですよ。もう大丈夫、大丈夫だからね。そうよ、私がその分頑張るから、後藤さんは演奏に専念して。ぼっち、その場の嘘はいつか身を滅ぼす。私にはわかる。え、まさかチケットのこと信じられてない？次回ぼっちザロック第7は君の家まで。いや、本当に大丈夫、大丈夫。これは何を言ってもダメなやつだ。